NHK、荒 NH 井博文に損害賠償請求へ。在日韓国人の俳優である荒井博文ことボッケーバイが女性を襲った事件に関連し、NHK が NHK の番組に荒、ね、井博文が出演していたことによって、ネット配信などが停止し、損害が発生しているとして、損害賠償請求を検討していることが明らかになりました。 このボッケーバイなんですが、警察や検察の調べにより、核心犯で計画的な犯行だったことが明らかになっており、また事情聴取に対し言い訳までしておりまして、現時点で反省がなく悪質だと言わざるを得ません。このボッケーバイによって何らかの損害を負ってしまった企業の皆様は、 泣き寝入りをせずに、しっかりと損害賠償請求を行っていただき、損害を取り戻していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。